田中信夫は、日本の元計算官僚、全国産エネルギー機関事務局長。2011年9月からは、財団法人日本エネルギー経済研究所、特別顧問を、2013年からは、定人株式会社監査役を、2015年からは、千代田加工建設株式会社取締役、公益財団法人、笹川平和財団理事長を務める。神奈川県出身。 神奈川県出身。1972年に東京大学経済学部経済学科を卒業後、1973年に通商産業省を入省し、繊維雑貨局繊維雑貨政策課事務官に着任。大学在学中の1971年を ASEC、日本委員会事務局長を務めた。1975年から通商産業大臣官房秘書 通商産業大臣付け主任、1979年に、米ケース・ウェイスタン・リザーブ大学で、MBA を取得し、留学期間中に知り合った、日系メキシコ人と結婚している。同年の第二次オイルショックでは、天谷直弘通産審議官の側近として、対応に当たった。1980年から、通商産業省産業政策局、小生仮想活班長。 その後、1982年から在ワシントンの外務省在アメリカ合衆国日本国大使館で経済担当に当初機関を務めて貿易摩擦問題などに取り組んだ。1985年通商産業省機会、情報産業局総務課総括班長。1986年通商産業大臣官房秘書課課長、補佐。1987年。 通商産業省大臣官房総務課企画調査官、通商産業省資源エネルギー庁、長官官房原子力産業課、国際原子力企画官。1989年より OECD に科学技術工業局次長として出向し、1992年に局長としては、史上最年少の42歳で科学技術工業局長に就任。 1995年に通商産業省に復帰し、通商政策局産業資金課長に就任。1997年から、通商産業省通商政策局総務課長。1998年から、外務省在アメリカ合衆国日本国大使館、講師。2000年から、通商産業省通商産業研究所副所長。2001年から、 独立行政法人経済産業研究所副所長、上席研究員、2002年から経済産業省通商政策局通商機構部長、2004年から OECD 科学技術産業局長を務めた後、2007年9月国際エネルギー機関事務局長に就任した。欧州出身者以外で同職に就くのは田中が初で、ある。 2011年8月に事務局長を退任し、9月1日からは、日本エネルギー経済研究所特別顧問を、2013年4月からは、定人株式会社監査役を、2015年からは、千代田加工建設株式会社取締役、公益財団法人、笹川平和財団理事長を務める。なお、公認の IEA 事務局長には、オランダの前経済省、 マリア・ファンデル夫婦編が就任した。東京大学公共政策大学院、連携研究部教授、一般社団法人日本原子力産業協会理事、なども務める。2021年、随法、茂光明受賞。ありがとうございます。